あ、高杉くん。あ、松本さん。あ、そうだ、今度一緒に映画見に行かない？え？映画。え、一緒に？うん。私先行ってるね。え、松本さん、映画嫌い？いや、好きだけど、いつ？月曜日。あ、月曜日は部活の。あ、じゃあ火曜日。あ、火曜日は空いてるけど、それってデート？じゃあ火曜日にカラオケで。カラオケ？うん、火曜日はカラオケ。いや、でも私音痴だし。大丈夫、一緒にアベマリアをラテン語で歌おう。それはちょっとあれかな。じゃあ日曜日動物園。日曜日に動物園って完全にデートじゃん。え、デート？え、違うの？うん、誰でもいいんだよ。誰でもいい。そう、誰でも au スマートパスプレミアムに入っていれば毎日いいことがあるんだよ。 au スマートパスプレミアム。あ、ごめん、てっきりその前提で話をしてしまってた。これ、毎日いいこと。そう、毎日の小さな幸せこそ大きな力につながっていく。てめえ、誰の言葉？ん？あ、僕だよ。意識高すぎ。高すぎくん。au スマートパスプレミアムで毎日いいこと、お得な日替わり特典がいっぱい。学割キャンペーン中。確かに入っておかないともったいないか。ねえ、ちょっと何の話だったの？ au の話。